こんにちは、翔太です。今回なんですけど、アプリ版のですね、更新情報を見ていこうかなと思います。ちょっと諸事情で久しぶりに iPhone の画面で更新情報の動画を上げていきたいなというふうに思っています。まずですね、明日更新日となっておりますので、朝10時までにですね、限定特典であったり神髄工房、鍛造工房、少女でこのあたり弾いてもらうのを忘れないように、で12時以降にですね、もう一度弾くのを忘れないように気をつけてください。で今来ているガチャについてですね、まあ、今一度おさらいはしていくんですけど、まあ、ちょっとここではわからない部分も含めてですね、今朝動画上げたかなというふうに思うんですけど、忘れ物がないかみたいなところをですね、一緒にですね、そちらの動画で見ていきたいなというふうには思っています。それではですね、4月9日の更新内容から振り返っていこうかなというふうに思います。まずは陽線ですねのウェディングドレスが今着ています。まあ、ただちょっと陽線火力は結構高いキャラクターかなと思いますけど、まあ、やっぱりちょっと昔のキャラクターっていうところで攻撃回数に不安があるというところであったり、まあ、耐久に関してもですね、まあ、相手が麻痺とか凍結になっていないとなかなかちょっとダメージカットもしにくいっていうところがあったりとかするので、まあ、個人的にはですね、まあ、昔から使っていた方にはまあおすすめといえばおすすめなんですけど、まあ、基本的にはスルーでいいかなと思います。ラッキースターに関しては、まあ、今ですねこれらのキャラクター来てますけど、芝生、関羽、真田、呂布、高孫さん、武田、出雲、この辺りのですね、奥義優秀かなと思いますので、絆集めるのを忘れないように気をつけてください。砂浜の宝探しも本日までとなっております。無課金の方もですね1回は無料で引くことができるので、まあ、何が出るかわからないですけど、まあ、当たりが出ることもありますので、忘れないように気をつけてください。運営販売者はいいかなと思います。で美少女学園ですね、こちらは超高名来ているような時になりますので、とりあえず、最優先で超高名の絆のちょびなめっていうのは、していただいた方がいいかなというふうに思います。超高名、終わっている方に関しましては、盲点ですね、まあ、班長の奥義を開けるとラッキーなんですけど、まあ、それはなかなか難しいと思うので、まあ、行くのであれば次は盲点かなと思います。仮想の集いに関しては、まあ、SSR スタートのキャラクターたちが来ているような状況になりますので、まあ、個人的にはスルーでいいかなというふうに思います。ただですね、まあ、MR アバターまで、考えたときに、誰か取った方がいいかなって思うと、まあ、ちょっと個人的には脅威がですね、まあ、UR1000 とか UR アバターの、時代ですね、まあ、SSR の時もか結構猛威を振るっていたので、もしかしたら強くなるかもしれないなと思っていて、まあ、ちょっと元祖防御虫キャラクターですね、脅威強くなってほしいなと思っています。で綺麗多彩ですね、あこれ私忘れないようにしないとな、かぐや姫、アザイ、盲点、対抗棒、アシアドーマン来てます。ちょび舐めをするのであればかぐや姫バッファーになっておりますので、次回反響とかでも使えるかなと思うので、そちら優先してもらうのがいいと思います。ただこれら5名は結構奥義優秀なキャラクターたちになりますので、椿水余っている方はですね、まあ、全員狙ってもいいかなというふうに思います。まあ、強いて言うならアシアドーマンは最後でいいかなと思いますけど、私はですね、あとアシアドーマン今日水引きじゃないわ、椿水で取ろうかなというふうに思っています。で祝儀譜ですね、風前日桜やってきているような状況になりますので、こちらもですね課金する方は忘れないように気をつけてください。続いてですね、水筒巨星、やってきております。こちらもですね、もう今からどうこうっていうのはないと思いますけど、まあ、今日ですね、4日も終わっていて、今日課金したら5日になる方はまあ課金してください。でショーのウェディングドレス本日前となっております。まあ、基本的にはショーですね、いいキャラクターだったんですけど、ショーはいいキャラクターだったんですけど、花嫁が微妙だったので、それでいいかなというふうに思います。で続いて4月12日の更新内容も見ていこうと思います。まず王将くんですね、まあ、こちらに関しては、まあ、基本的にはですね、スルーでしょうね、花嫁化してからかなと思います。霊華銀月に関しては猫コインパック今来ておりますので、猫コインパック賞の購入忘れないように気をつけてください。一朝一夕も本日前ですが、まあ、大吉が出た方は課金検討してもらってもいいかなと思います。猫の遊び版ですね、こちらも今やってきておりますので、600コイン溜まっていて、副賞セレクトラインナップに欲しいキャラクターがいる方は忘れないようにしてください。週のギフターは普通境地あやめやってきておりますので、こちらも課金する方は忘れないようにしてください。でフレイヤですね、今来ているような状況です。ちょっとじわじわ評価が上がっていっている、なかなか面白いキャラクターだなというふうには思っているんですけど、まあ、やっぱりちょっとまあ帽子パーを組んでいない方には、まあ、そこまでおすすめではないかなって思うところもありつつ、まあ、ただあの激闘だけでも十分に強力なキャラクターかなというふうに思いますので、まあ、味方全体の耐久を上げたい方ですね、まあ、しかも剥がれない、まあ、生後状態
剥がれない生後状態で、味方の帯域を作るのってなかなか難しいんですけど、剥がれない最悪状態で敵の火力を落とせば実質味方全体の耐久力を倍にしているような、まあ、防御無視ダメージはあれですけど、ステータスの実質的にですね味方全体の耐久を倍にしているようなもんなんで、まあ、個人的にはフレイヤー取ってもらってもいいんじゃないかなというふうにちょっと思い始めてきました。それではですね4月16日の更新内容を見ていこうと思います。まずアレスですね、再販やってきます。まあ、正直ですねあまりパッとしないキャラクターだったかなというふうに思いますので、まあ、基本的にはスルーでいいのかなというふうには思いました。で、願い返しですね、月半ばの願い返しやってきます。月半ばと言っていいのか、まあ、月半ばか、願い返しやってきますので、まあ、3万元宝ですね貯めている方は忘れないようにやってください。で、ラッキースターやってきます。張飛、土高村、宗職、劉氷、柴田、馬頭、慶華、宇吉、宗純と一斉に登場します。まあ、宗職が強いて言うなら一応暴走キャラクターになりますので、まあ、最優先で狙ってもらえばいいかなと思います。まあ、あとは張飛とか宇吉、この辺りが大きい優秀かなと思いますので、狙ってみてください。で、少女の出会いやってきますので、ときめもイベントですねやってきます。3000元宝ですね消費していただくとときめも20個取ることができるので、まあ、なるべくですね、コスパよくですね、混沌装備取りたい方はですね忘れないように気をつけてください。読み販売者ですね、いつもの4点セットやってきます。まあ、一番安いですね、まあ同心に関しましてはですね、160円で5時間戦闘券1枚とプラスアルファいろいろも、いろいろっていうほどでもないか、プラスアルファもらえたかなというふうに思うので、まあ、5時間戦闘券足りてない方はですね、こちら忘れないようにしてください。で、星の羅針盤やってきます。まあ、こちらはですね、無課金の方も青岩石取ることができる、取ることは全然できますので、こちら忘れないように引くのしてください。UR 戦のキャラクターとしては、清姫、大鬼神、王戦、大谷、アクロダですね、一斉に登場します。まあ、大鬼神と王戦が当たったらラッキーですけど、ちょっとクロダと大谷はちょっと微妙かなと思うので、まあ、行く方は覚悟していってください。で、美少女学園は風魔、かぐや、女福、茨城、永世、あやめ、お市の方、王本、豊臣、長領一斉に登場します。かぐや姫と女福がですねバッファーになっておりますので、まあ、次回反響とかでも使えることを考えると優先して取っていただきたいなというふうに思っています。私はこの中だと今永世取るとですね奥義4つぐらい解放できるんで、ちょっと永世がめっちゃ欲しいんですけど、永世とか長領に関しても、まあ、王本もかな、奥義優秀なキャラクターになりますのでおすすめです。仮想の集いは SSR スタートですけど、孫権がいますね。孫権、周体、陳旧、諸葛金、当該、著居、巨著か、長領、公中、馬長、大凶小凶一斉に登場します。まあ、孫権の絆ちょびだめする方はですね、忘れないようにしてください。まあ、ちょびだめをしていて孫権を取った時に孫権が使われているかというところはあるんですけど、まあ、ただ孫権、まあ、今のところはかなり使われているキャラクターになりますので、ちょびだめしておくのがおすすめです。で、順断無限ですね。パーシバル、リッコー、天草、源広政、加納栄徳。まあ、みんな花嫁化してから勝負って感じなんで、まあ、今回は、源広政に関しては、撃退キャラ持ってない方はですね、まあ、結構お手軽に使える攻撃回数の少ない撃退キャラクターになりますんで、まあ、私の中では撃退キャラクターとして源広政、今の4名体制だとかなりありかなと、未だにとってもいいかなというふうに思っています。襲撃はハルマチェクジェソーとコーンギシとやってきます。ハルマチェクジェソーは圧倒的におすすめなので忘れないようにしてください。で、ストアアップデートの特典が入るみたいです。皆様のより良いゲーム体験のためゲームアプリのアップデートをいたしますと、まあ、各プラットフォームで、最新バージョンにしてもらうと元宝300と5時間戦闘機1枚が手に入ると。で、軽微な修正と更新があるみたいです。月ギフトおよび VIP ギフトの受け取り方法をログイン時ゲーム内メールによる自動発送に変更、これはありがたい。祝儀譜もですが、祝儀譜もお願いします。結構あれ一個一個タップするのめんどくさいんで。で、月ギフト継続購入時間を期限切れ3日から累積で最大6ヶ月6ヶ月か6ヶ月6ヶ月以内に刷新したらどうするんですかねちょっと笑ってしまいましたけど、6ヶ月っていやちょっと安くしてくださいよ。じゃあ 5ヶ月分とかにしてくれるんならありがたいですね。で、首相アイコンより他のサーバーへの切り替えができるよう変更、神アップで、これはめちゃめちゃ神アップで、結構他の放置ゲーのゲームだとある機能なんで、これはありがたいな。今週は神アップでですね、これはかなりテンションが上がりました。めちゃくちゃ熱いんで、ちょっとそろそろ終わりにしようかなというふうに思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。